弥生科学プレゼンツ教えて壁紙のこと。この番組はインテリア用接着剤の総合メーカー弥生科学の提供でお送りします。こんにちは、安田美沙子です。さあ年末ということで、アンディこと安藤博樹さんから恒例のあれをやっちゃいます。壁紙川柳大賞。はいお題が壁紙とめちゃくちゃ狭いにもかかわらず、皆さんいつも素敵な作品を送っていただきありがとうございます。クスッと笑えるものやピリリと風刺が効いたものまでたくさんある中、まずは張り替え特別賞を決定します。ではノミネート作品を発表していきます。まずはペンネームカバくんのカバさんの作品です。張り替える、ママは壁紙、パパジップ。いやもうこれはね、女性が強いっていうのがわかりますけども、こういう家庭の方がうまくいくらしいですよね。なんかうちもそろそろ結婚10年か、年々そういう風になってきて、もうパパに相談せずに自分で全部やろうかなみたいなとこもあるんですけども、まあ実家の母もそうですね。母の方が活発に家のこと動いてやったりとかして、父はなんかたまに畑仕事とかしてるんですけど、木が刺さったとかなんかちょっとした怪我をよくしてくるイメージがあるので、なんかこういう家庭像がうまくいくんだろうなっていう感じがしますね。続いてのノミネートはペンネーム山帽子さんの作品です。家具の跡、嫁ぐ娘の置き土産。いやーこれ大好きなんですよね。もう正直これ読むだけでちょっとグッときて泣きそうなんかちょっとイメージですよ、昭和の感じのお家で、あのね、娘たちの家具を動かすとそこにこう跡がついているわけで、そう、色あせた赤ちゃんの頃から思い出して、小学校中学校思春期もあって反抗期もあって、そんな娘が嫁ぐのかっていうと、もうグッときますよね。めっちゃ深いなって思いますね。これ大好きです。泣けます。続いてのノミネートはペンネームマリアさんの作品です。壁紙を剥がす天才コトペット。いやもうわかります。何なんですかね、私もそうだったけど、ちょっとこうペリってなってるとこめくりたくなるやつ、あのささくれめくるのと同じかさぶたとかね。いやもう今うちの次男もひたすら親指の何ちょっとささくれをずっとめくってるんですよ。それと同じで、もう職人技だと思うんですけどもきっと壁紙もう剥がしていいよ、もう変えるからってなったらもうすぐ剥がしてくれるんだろうなと思いますね。ワンちゃんもでもあんまり剥がさないかな。若いワンちゃんは剥がすのか、お年を召したワンちゃんは剥がさないかもしれないけど、若いワンちゃんとあと猫はなんかガリガリとかするイメージがありますね。お次のノミネートはペンネーム二次の天使ママさんの作品です。人生は壁紙みたいに変えられぬ。何があったんだろうそうですね、でもまあ、人生は変えられないけど、あの経験したことは無駄にならないって私はいつも言い聞かせてますね。でもほら壁紙は変えられるんですよね。人生は変えられないけど、壁紙変えたら自分の人生もきっともっと変えられるって思いますね。まあ、私が後悔してきたことっていうのは、結婚式場とかでマナーを間違ったこと。あの、ブーツ履いちゃいけないのにブーツ履いたことがあって、すっごい後悔しましたね。あと、結婚式多分タイツですよね、ベージュの。なのにちょっと黒タイツを履いたことがあったかもしれない。そういうマナーを間違ったこと、今でもふとした瞬間にパッて思い出すんですけど、恥ずかしいって思いますね。何やってんのって思いますけども、若気の至りですね。ちゃんとマナーは調べてから結婚式に行きたいと思います。お次のノミネートはペンネーム春ママさんの作品です。記念日にダイヤいらない壁紙を。いやもう壁紙が大好きなんですね。なんか気持ちがわかります。結婚してすぐとかは宝石とか欲しいと思ってたけど、最近私が欲しいなって言ったのはやっぱり炊飯器ちょうだいって言いましたよね
族のためですよ、これだって。家族のためだけど、自分が楽をしたいから、いい炊飯器買って、それがもうプレゼントでいいからって言ったから、もうそれがわかる気がしますね。でもきっと壁紙が変わったら、夫婦仲も良くなる気がします。一生抱きをでも欲しい。うち男子二人なんでいつか一生抱きをね、中高生ぐらいになったら大きな炊飯器が欲しいなって思います。生活感に溢れてますけども。はい。では、最後のノミネートはペンネーム、にっちゃんさんの作品です。金魚柄、思わずじいちゃん、目が泳ぐ。なんかほっこりしますね。金魚がたくさん泳いでるのかな、壁に。目がもうあちこち行っちゃうんでしょうね。でもなんか飽きない気がする。熊の実がうちに一匹だけいるんですけど、魚ってすごい不思議で、想像したとこと違うとこに移動するんですよ。あちこち。それを見てると、多分自分の想像と違う動きをするからリラックスできるっていうか、飽きずにずっと見れるんですよね。だから、魚柄を壁紙にするっていうのは、もうずーっと見て過ごせるような気もしますね。はい。以上で、ノミネート作品が出揃いました。それでは、壁紙川柳大賞、張り替え特別賞に輝いたのは、ペンネーム、二児の天使ママさんの作品です。人生は、壁紙みたいに変えられぬに決定です。おめでとうございます。過去は変えられないですけども、壁紙によって楽しい未来が待っているかもしれません。ポジティブな張り替えを検討してみてはいかがでしょうか。さあ、この番組は TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルでもお聞きいただけます。放送の音声とともにスタジオやロケの様子も見れちゃいますので、ぜひチェックしてください。壁紙の汚れは今年のうちに、また来年お耳にかかりましょう。良いお年、そして良い壁紙を。弥生科学プレゼンツ、教えて壁紙のこと。この番組はインテリア用接着剤の総合メーカー弥生科学の提供でお送りしました。